国王は日本の競争馬である。1939年春の中山農林省商店障害に優勝した。1937年秋の中山で平地デビュー。開催7日目の三頭立ての競争で初勝利を挙げたが、横浜、東京ではすべて着外に敗れた。翌1938年の春季中山から障害競争に転じ、東京でも出走したが、 ここも成績を残すことはできなかった。しかし、夏に故郷の森田牧場に放牧されると大きく成長を遂げる。秋の福島1日目こそ、障害3000メートルのコースレコードを出した、静止用から4馬審査の2着に敗れたが、3日目に初勝利を挙げた。そして、横浜の特班でコースレコードで勝ち、優勝戦も勝利。 さらに東京では再び特班でレコード勝ち、ここが障害特別でも春の農林省商店障害を制した徳高に七馬身の差をつけて勝利した。そして阪神、京都でもそれぞれ連勝で優勝戦に勝利し、障害の初勝利から9連勝を達成した。1939年は中山で指導。初戦の特班で1 2ラム軽いミスター CB に半馬審査で敗れ、 連勝がストップしたが、続く農林省商店障害では、重ババの中、7 0ラムを背負いながら、6 3ラムのドーンプレイに七馬身の差をつけて一着となった。その後は7 0ラムを超える金量を課せられることになり、勝ったり負けたりを繰り返したが、秋に京都、そして東京のここが障害特別を、それぞれ二着に大差をつけて勝利し、東京会最後に、 満了のため引退した。引退後はサンダーリングという名前で繁殖入りして2010年代までメス系を存続させた。ありがとうございます。